古生家門古生家門は、幕末の熊本藩士、明治から大正期の内務官僚、政治家、群馬県知事、三重県知事、衆議院議員、貴族院直選議員、陽明、鶴木、熊本藩児、佐伯家の長男として生まれる。木下最短の木下塾で学び、同門の井上武氏とは、井上の島で深い交友があった。 判明で同門の竹添新一郎と共に、大上偵察に向かった。古将は砂漠派であったが反論は勤労となった。明治2年、訓練所、優秀館を川上玄西を頭にして、木村鶴を、毛利ゾラクラと熊本藩の飛び地、文後国大分軍鶴崎に設立した。この訓練所を探索した岩倉智美の密定、沢田守守を、 中村六蔵によって暗殺させている。明治3年7月、熊本班長より優秀官の閉鎖が命じられた。川上が山口藩平相乗事件の首謀者とされていた大楽玄太郎を庇護していたためで、同年末には古将も大楽庇護と反政府活動の権利を受けて一時逃亡した。後に自首して禁錮3連となり、 1873年6月から1974年2月まで入国した。井上武氏の働きかけで景気が短縮され、出国した。1874年5月、司法省七党出資、大阪上等裁判所勤務となる。西南戦争では、状況視察のため熊本に赴いた。1877年11月、 沢田守守を殺害した中村六蔵が広沢実根未殺害の権威で捕獲され、古将にも共査者の権威が及んだ。そのため、1878年10月、面間、意返上となり、3年間、未決管生活を過ごした。1880年に中村と共に広沢暗殺の権威が晴れ、古将は大新院から、 無罪の申し渡し書を受けて出国した。1881年5月、内務省御用係として寛解に復帰し、監獄局勤務となる。その後、取調べ局、警報局で勤務し、同年11月に面官となった。その後、同年9月に結成された、熊本市族中心の政治団体、熊本紫倉会の立て直しのため帰郷した。 1883年12月、青森県大書記官として復帰。大分県大書記官を経て、1887年6月、第1高等中学校長に就任し、1889年5月に辞任した。なお、1884年、紫倉会は、紫倉学会と解消。その下部組織として1889年1月に、 熊本国権党を創立し、古城が総理に、笹智房が副総理に就任した。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙に、熊本県第3区から出馬し当選。その後、第2回総選挙から第4回までと、第6回総選挙で当選し、衆議院議員を通算後期務めた。1894年9月、 日清戦争後の台湾活動を予想し、古城と佐沢品川や次郎などに対して、熊本国権党を台湾植民体として送り出す工作を行った。その結果、1895年5月、陸軍省個院大本家付けとして台湾に向かい、さらに台南県知事心得となる。1896年4月、 台湾総督府民政局内務部長に就任。同年6月、台湾中部のウリンで、地元民の大規模な反乱が発生した。フル省は、被害者遺問と地元民対策の調査を命ぜられ、ウリンに赴いた。保健社会の助言を受け、林武志信などの地元に、人望のある仲介者の協力を得て、被害者への休日金の給与、日本政府の統治との宣伝、逃亡した。 地元民に帰境の呼びかけなどを行い、民心の安定を図った。1897年4月、群馬県知事に転任。1898年7月、知事を非職となるが、公認の草刈り新民が、交渉再設置を独断で決定し、大問題となり、知事を面官となったことにより、同年12月、再度、群馬県知事となった。内務大臣の訓令により、 草刈前知事の交渉再設置を取り消す、県令第52号を発した。1900年10月、三重県知事に転任。1904年11月、知事を休職となる。1905年12月13日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。ありがとうございます。